終了。飛んでいくは始まらなかったこれは何なんかギターに持ち帰れんかったもんウクレレが変わったこれもウクレレですよ、それではですね2曲目は私が最も尊敬する、歌手の歌新曲新曲です長い旅路の
大阪恋物語という曲を聴いてあるんですか。僕は違うんです。亡くなりました日本のですねポップス界を一億を担った方が先月亡くなりまして、その方のために、追悼の意を表しまして
慢できずに愛しめたの
今全然気づけない風音だったんですねこれ当たらそうやって分かった分かる人は分かるでは最後の曲をやらせあー私が歌います。ウェイトやるんじゃなかったんですか。ウェイトやるんじゃなかったんですか。あ、ウェイトは。いつもはね、ギター日本でやってるんですけども、夏場はですね、ウクレレバージョンでまたやるんですよ。来月20日、来月ですね、いよいよですね、大阪にビーチボーイズをやってきますけども、なんとそのビーチボーイズのですね、前座にね、アメリカがやるという。アメリカ、うん、あのアメリカ、あのアメリカ、名前の名前の、いや日本で言ったらあのマヒナスターズのコンサートにガロが出るみたいな、ね、すごいです。あれは絶対お供ですよ、ほんまに。ビーチボーイズだけやったらね、あービーチボーイズがやつですよ。アメリカがここから、皆さんぜひ大阪中央体育館に行きましょう。それではですね、最後に、ビーチボーイズ来日記念といたしまして、相方の西川さんがですね、18の時に作った曲なんですけども、僕らコースの3名、キャラクチャーの曲を歌います。